ごめんなさい、本当にごめんね。誰にアピールしてんのかな。あ、来ちゃう。来ちゃう。来るのもね。じーじーじー。サーバークサーバー。はい、おやすみ。もう一回リモートがいらっしゃる。もう絶対許しません。あ、なんで？翔平さんに入れました。素晴らしい。何ってか分かんないです。うん、確かに。まあ、さん弁当見てないですか？スランパイさんも。あ、弁当は多分今日は見れてないですね。ああ。今日は。今日は。今日はね。肉玉玉。ピカリン。水。ガッシャガッシャ。ミロちゃんか。はい、ナイスナイス。あら、いいボタンですね。これはいいボタンでしょ。いいボタンですね。ね、結果でわかりますよ。そうだね。ん？どっち派なんですか、翔平さん。めちゃくちゃキョロシューみたいだったけど。二人だけやないか、結局。キョロシュー久々に聞いたな。悪口やしな。どこの線と入ったらいいか。いやで。うん。じーじーじーコリン。おー、伊豆さん。うわー、これマット誰なんかなー。誰かいる？誰かいる？誰かいない。誰もいない。誰もいない。高垣さんしかいない。これはまずい。うん、あら、さすがにこれ赤目田さん。あ、まあいいや、なんでもいないです。どうぞ。翔平さんエンジン沸きです。エンジンか。停電中、伊豆さんが宿舎左のドアの前におられましたぐらいです。死には僕絶対今回はメイン分けです。保証します。高根ね。はい、多分エンジン 5,6 人ぐらいいましたね。ゲンさん、リンゴさん、多分ピカさんもいやったんかな。あ、私はキッチン係で、武器から上がるときに伊豆さんがコックピットに行く、コックピットから出てくるのを見てる感じかな。はい、伊豆さんはコックピットか。そう、多分初動左に走ったのが一番早く走ってるのが僕で、リンゴさんでどっち行きました？エンジンの配線に行って、その後メインに行って、エレキで高垣さんに会いました。はい、会ってます。エンジン配線に翔平さんじゃ、あ、翔平さん来てました？来てないです。左側に行ったのが伊豆さんとリンゴさんで、上に誰かが行って右に誰かが行きました。じゃあ多分ゲンさんが上ですよね。はい、私はミーティングです。はい、ゲンさんが上に行ったら多分翔平さんメインの方向行ってますね。はい、赤目田さんと昇降機右で最後見合っているので、キルは取れないんですが、赤目田さんを何らかの人外だと疑っています。それは何ででしょうか。これ時間取っていい？じゃあやめときます。赤目田さんがやめときます。出る行ったらどうがいいからです。メイン僕結構長いこといたんですね。配線と除線があって、高木さんは多分配線しただけかな。メインはそう、暗室もやってますね。ああ、なるほど。僕が配線やって、除染やるときに、高橋さん入ってきて、速攻抜けてって、そのままエレキって感じですよね。はい。で、僕、メインで、配線、除染をやった後に、シャワー何もせず素通りしていってるんですけど、ドアが開いていなかったので、メイン来てるのかなっていう感じですね。来てたとしたら、どこに入るんだろうっていう感じです、僕目線。普通にミーティング行ったとかありえるんじゃないですか。でも初動でエンジン脇で右行ってミーティング行くってよくわかんない動きしてません？ああ、確かに。あと停電、始まったぐらいのタイミングでは宿舎のドアが閉まっており、私2つとも開けてます。
あ、そうですね。僕が下のドア開けて入ってるんで、証明できるので、多分もし翔平さんがミーティングに行ってるのであれば、途上番ですね。そう、ゲンさんが切る前に多分ボタン押せると思います。はい、そう、まだ言ってへんのがオルトリンさんかな。あ、そうですね、まあ、言えてなかったんでボタン押しに来ました。で、おまうちさんと私が、2人キッチン脇で、そのターンキッチン武器で展望デッキの扉は閉まったままなので誰も入ってない状態で、武器庫と、武器庫からコックピットの前の通路に出る扉も閉まっているので、多分おまうちさんと私キッチンと武器庫の中でしか移動してない状態です。で、展望の入り口ぐらいでボタンかな。そうですね、はい。で、だからてかコミュのね、誰かドア、あ、停電中にコミュのドア開けた人いる？ピカさん？うん、あ、おったんならいいや。停電直したの誰なんでしたっけ、ごめんなさい。あ、僕です。あ、参拝さんなんだ。ね、開けたかどうか正確には覚えてないけど、間違いなく私コミュの中に入ってダウンロードやってる。うん、じゃあもう間違いないと思う。見てます。で、このターンの停電は誰が直してますか？俺。ウィー、めっちゃ早かったやろ。え、お前さんどこで直したの？昇降機の右側。あれ、ヌーンってどこにあった？ヌーン乗っていったね。あれ、俺がミーティングに今上がった瞬間ってヌーン左になかった？いや、右にある、右にある、右にあると思いますよ。あ、いや、誰かが乗ったんかな。あ、いや、違うか。お前さんがダウンロードしてて、エンジンとかで。あ、そうです、そうです、そうです。で、それを見て僕とリンゴさんが金庫入って、で、自分が今ミーティングのはしご登るときにヌンがなかったから、そのタイミングでお前さんが乗ってったってことか。そうっす。あ、ごめんごめん、それは。かなと思って。じゃあ、せっかく時間あるし、赤メタさん詰めていいですか？はいっすよ。はい、どうぞ。僕、貨物からラウンジ通ってアーカイブ入るときに、ドア開けて、赤メタさんがアーカイブからラウンジ行ったんですよ。うん。その時ネロちゃんがアーカイブでダウンロードしてるタイミングっすね。はいはいはい。で、僕がそのまま停電入ったんで、昇降機右にまっすぐ行って直しに行ったら、赤メタさんが降りてきたんですよ、最後。うん。なんで貨物行ってないんって思う。僕がラウンジ右の配線を直した段階で停電がなったぐらいの感覚だったんですよね。で、僕は、アーカイブでスナパイネロちゃんの2名を残してました。で、僕、アーカイブ単分けなんですけど、昇降機右の扉は閉まってたんですよ。要は、昇降機右の扉が閉まってたら、僕目線だとスナパイさんとネロちゃんさんは停電を直す気がない人ってなるから、ちょっと精査の材料に欲しいから、あえて左側行きました。はーい。怪しいです。あでも割と理にかなってると思うけどな。スナファイさん、ネロちゃんさんが停電直す気あるんだぐらいのね。うん、亀田さんマットなんかな。亀田さん殺せないな、これ。でも違うかもしれないからな。今アピールしてくれてないもんね。停電中に死んでるかな。ベッドついてすぐ探しに行って、まあ、エリキの4番から5番ぐらいのつなぎ目で死んでる。はい。直前に見たのは赤メタさんとリンゴさんかな。うん、はい、エリキでピカさんも含めて3人止まってます。はい、ゲンです。最終位置シャワーのタオルタスク付近にリン、ゲン、スナがいます。はい。エリキには行ってないと思います。昇降機右にイズさんがいると思う。はい、停電直したの僕です。
で、デッドついてすぐ画面消して探しに行ったときに画面前に赤目田さんがいたので、このキルは無理です。そうですよ。だから、まあ直前に来たリンゴさんが怪しいかなってすごく浅はかには思うね、うん。僕もそんな感じです。他エレキにいる人は見てないです。今どこにいるか聞きたいですね。セキュリティのテープタスクを終えてアップロード半分ぐらい終わったところです。うん、全然あり得ると思う、ね。まあ否定はできないです。いや他者の介入もまあ泣きにしもあらずなんで全然これは。とはネロちゃんと高垣さん。結構前なんですよね。エレキを通ったのが。どのタイミングで説教来てますよリンゴさんって。もう停電なる前ですよね。停電なる前です。で、あら、テープタスク。僕のこと見てます？いやネロちゃん見てないです。どっから来てますか？あら、いや僕は石油でずっとタスクをやっていて、テープタスクやった後にアップロードをして、で停電直そうと思ってキッチン側行ってるんですけど、見てないかなと。テープタスクをやった後にアップロードをして、今どこまで行ってますか？キッチンと席の間の通路出たぐらい、キッチン側だと思います。いや、それは嘘だと思います。リンゴはテープタスクを終えた後アップロード半分ぐらい終わってるんで、その時系列だったら合わないとおかしいなって思います。一応高垣は最後ミーティングです。金庫と宿舎前の扉右側開けてます。じゃあ単純にネロちゃんかリンゴさんの2択ってことか。いやでもどうなんだろう、ギリギリ見えなかったとかあるんですかね。でも割とおかしいなって思ってます。停電中には石油に入って、アップロードとか石油入って通路入ったぐらいだったと思うんで、なんかじゃあ絶対に噛み合ってないなとは思いましたが、うん、はい、停電なってすぐぐらいに死んでるから、ネロちゃんの素敵な。そうっすね、うん、まあなんかネロちゃんがやってる可能性も、あ、マジか、ちょっと待って、でネロちゃんまでローラーお願いします。おまわじさんから赤目田さんも怪しいと思ってたんで、そこのラインもあると思ったんですけど、キルはできないよ。うん、ナイスナイスナイス。うん、初手キルはいい感じだった感じしますけどね、あれね。そうですね、もうちょっとキルピを抑えなきゃいけないのかないやまあ高橋さんも怪しまれちゃうと思ったんで、一緒にキルピ上げちゃいましたね。どうなんだろう。うん、まあしょうがないっすよ。多分バイタルに行ってる人いるなと思ったらキル控えるぐらいしか多分言えないと思います、あれは。バイタルに行けそうな人いなかったんですよね。バイタルでやっぱり見られてる状態でキルすると位置使えてやっぱすぐ詰まっちゃうから、確かに ここが難しいですよね。やっぱ発見が遅れれば遅れるほど基本的にはインポスター有利になるから。そうですね、発見早いですよね。そうそう、大体そのせいで詰まることが多いんで。なるほど。あ、マジか。はい、死ぬんや。アーカイブとかシャワーぐらいで見た気がするな。うん、僕がアーカイブからラウンジ行くときにおまおじさんとリンスさんを見てます。俺が先頭でその後ついてくる感じだった気がする。右でいいですか、リンさんの肉。いいですか、コミソボが鳴ったタイミングで僕とおまおじさんがシャワーにいて、でリンさんとおまおじさんがタオルタスクのところにいたんですけど、おまおじさんが下ってって、で僕もタオルタスクを置いて下ってって、おまおじさんの後ろをつけているので、おまおじさんは今回のリンさんのキルは絶対無理で、エンジン前で赤メタさんと伊豆さんとおまおじさんともう一人誰でしたっけ、ゲンさんから、はい、この4人を僕が右側で蓋してるので、この4人はこのキルかかってないです。あ、プラスその先に走ってくる多分ネロちゃんが僕宿舎のところですれ違ってます。多分スナパイさんより先に来てます、こっちの方に。うん、あ、僕が一番最後尾なんで、はい、僕より左にいたって言ってるこの4人は無理です。でも高垣さん、高垣さんしか余ってないですね。残ってない。え？スナパイさんが本当のことを言ってるのであれば。それだったらスナパイさんが人外でおまおじさんかばってるケースが一番怖いかなって。と思うんですけど、多分スナパイさんが左に見かけたっていうのと他の人からもスナパイさんが、ちょっと待ってネロちゃんどこにいたって言ったっけ。ネロちゃんの行動履歴も教えてもらっていい。僕はアーカイブ脇、あ、じゃあメイン脇で、アーカイブの本タスク1本と、あとシャワーのシャワー管痕が残ってたんで、それをやった後にボタン押しに向かってます。
で、伊豆さんとすれ違ったタイミングは、おみさぼ中でしたが、ボタン鳴らさないとやばいなと思ったんで、ボタンに行ってます。はい。で、僕はネロちゃんとすれ違った後にメイン方向から来てるスナパイさんと出会ってるので、スナパイさんより先にネロちゃんは歩いてますね。うん、シャワーの奥から出るときにおまおじさんと会ってるので。ああ、はいはいはい。じゃあ、スナパイおまおじ、スナパイさんのことが本当だったら、伊豆さんからネロちゃんにしろ出んのか。はい。ね、一応ネロちゃんがシャワーに入った履歴があるのは、僕も死人があるので、高垣さんが違うってんなら、一応現状可能なのはスナパイじゃなければネロちゃんしかない。ネロちゃんがベントで、そうそう、それがありえる。いやでもボタン押してるからな、それだったらさっきのリンゴさんとの対抗でネロちゃんを打ってほしいかな。高垣さんしかいないと思うんで。ボタン押してる。あれ？ごめん。マコ誰か。ごめん。怖い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 。怖い怖い怖い。もうなんだこれ。ネロちゃんマットなの。マットなのネロちゃん。そうなんだ。ネロちゃん。あらあらあら。あらあら。なるほど。ネロちゃんごめん。うまく噛み合わなかったわ。マジか。いやもうリンゴさん絶対無理やんと思ってリンゴさん切ってさ。俺がマットで釣られたらさ、うんうんうん、めっちゃ黒くなるじゃん他が、うんうんうん、って思ってたの。いやそれ高度ですよねめっちゃ。いやネロちゃんすごい頑張ってくれそうに。ごめんなさい二人ごめんね。ネロちゃんアピールしてくれたのに。してねえわ。してねえわ。え、なんか暗室でうろちょろしなかった。あアピールさ切るって聞こえたわ。アピールしましたね。エロちゃんのおかげでインポスター2人見つかったわ。はい、ありがとうございます。マツじゃなくてスパイです。スパイ。ネロちゃん釣られて誰かが道連れになってマット確定する世界線見てみたかったですよね。ネロちゃんの白立ちの位置が真っ黒になりますからね。そしたらね、そう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 、非常にいい流れだったと思います。